庭進む渡るは、愛知県甘郡鞘町出身の元プロ野球選手。宇藤右内。愛知県天甘郡鞘町出身。英和小3年時に英和クラブで投手として野球を始める。英和中学時代には、公式野球の西尾割ドリームスに所属。岐阜城北高時代は1年生から中軸を打ち、2年生では、選抜高等学校野球大会に4番打者として出場し、 岐阜県勢として、おおよそ本世紀ぶりとなるベスト4進出に貢献した。3年夏は県大会の準決勝で敗退したものの、5月に対戦したブラジル高校選抜と対戦し、長良川球場で140メートル超えの場外 HR を放ったことがスカウトの目に留まった。2007年に高校生、ドラフト1位で入団、高校通算23本塁打。 一年目の2008年は2軍で14試合に出場、打率、125に終わったが1本塁打を記録した。翌2009年は2軍で41試合に出場するも打率、154,0本塁打、オプス、446とプロの壁に苦しんだ。2010年は2軍で68試合に出場し、打率、208,1本塁打。 オプス533と前年よりも成績を上げた。2011年は2軍での出場試合数こそ47試合に減少したものの打率238、1本類打オプス579と成績を伸ばした。しかし2012年は2軍でわずか5試合の出場に終わり10月4日に戦力外通告を受けた。その後、 長打力を期待されて11月11日から地元、名古屋球場で行われた中日ドラゴンズの周期練習にテスト生として参加したが、11月21日の紅白戦では3打数無安打と結果を残せず、翌11月22日に不合格が発表された。その後、関西メディカルスポーツ学院に入学して1年間在籍、2014年からは、 日本新薬公式野球部に所属して社会人野球でプレーすることが決まった。ここで2年間プレーして2015年オフに退部。ありがとうございます。